はいどうも、アダムの店長の渡るです。本日は革命ギグの4日目最終日ということで、えー、いよいよですね、僕の出演なんですけれども、えー、まあ、えー、店長負けたらね、えー、店長奪われるということでね、うん、もうそこね、僕結構もう最初からシンプルに実は考えておりまして、あのー、この革命ギグそのもの、7月の6日からですね、えー、池袋アダムが YouTube スタジオということになりまして、1ヶ月間こうやって、えー、活動して、 来たのはですね、ま、すべて、えー、私の発案であり、私の責任のもとスタッフに指導し、えー、今日のここまでたどり着いたわけなんですけれども、まあ、単純にもうね、今日の、今まで1ヶ月やってきたことの今日はもう答え合わせだと思ってますんで、えー、もちろん、今日はもう最後の最後の最後まであがきまくりますけれども、結果に関してはもう粛々と受け止めたいなと思っております。ただですね、えー、これだけははっきりさせておきたいんですけれども、 ええー、まあ、僕が池袋アダムの店長である限り、アダムは絶対に潰れませんから。これだけは、えー、僕はもうここ信じて、今日1ヶ月間やってきましたんで。あとですね、まあ、単純にこう、一ミュージシャンとしては、えー、まあ、今日、まあ、今何人だかわかりませんけれども、200、200人、300人近くのお客さんの前で、てか僕の付け、引き語りのチケットがそんな枚数売れたということは僕初なんでね、 まあそれはもう本当に非常に嬉しいし、ええー、まあすぐ頑張ってライブやりたいなと思いますし、あと、うん。まああと直前まで、まあ300狙ってますんで、諦めてませんので、一つ、えー、ギリギリまで宣伝させてください。よろしくお願いします。じゃあ、そんなわけで皆さん、ツイキャスライブで会いましょう。ありがとうございました。